ト三塁から新戦力の7番ライリーがヤクルト先発伊藤のストレート、広い福岡ドームのレフトスタンドへ運ぶ1号ツーランを放ち先制します。この後両チームともエラー絡みなどで得点を挙げ、5対5で迎えた7回の裏、またもライリー、今度は2番手の山本から2号ソロホームランを放ち6対5、アベレージヒッターとして期待されるライリーの大きな2発でこの試合大栄がものにしています。はい、今日先発しましたホセですが、5回3分の2を投げ113球、先発するにはちょっと球数が多いんですが、今後完投するにはそのストライクゾーンを狭めて113球の球数を減らしていかないとスタミナが持たないと思います。20年先輩に当たりますね、関根さんと塩原アナウンサーでお願いします。はい、お伝えします。関根さん、まあ、ブロス対イチローというところも日本シリーズ以来ということですからね、今日なりましたけど、迫力ありましたね。早速ではご覧いただきましょう。第1打席はイチローはセンターフライでした。これは2打席目ランナー1人置いて完璧に打ちましたね。弾丸ライナーですかね、ボールはどんなボールか変化球で分かんなかったんですよね。ちょっと落ちましたね。ノーツーからのボールを叩いてイチローの先制ツーラン、イチローも喜ぶ。さあ、そして次の打席、今度はツーベース。このね、本来よりもこのツーベースの方が見事に行きましたね。まあ、このあたり野村監督はシリーズのデータ通りだよということでありましたが、さて、ブロスのピッチングはどうだったんでしょうか、今日は。1回から3回までと4回から7回までは全然違いましたね。ということで、中4日のピッチング、7イニングを投げて4安打2失点。さあ、2対2で迎えたゲームは8回の表、ランナー2人を置いて加瀬がレフト前、1人かえってオリックス勝ち越し。しかし2人目はホーム寸前タッチアウト。さあ、オリックスが1点を勝ち越しました。それで追いかけるスワローズ、8回の裏は土橋がランナー1人を置いてレフトを頭上、タイムリーツーベース、これで同点になります。日本シリーズを思い出します展開です。さあ、9回はキャッチャー勝利、マウンド上高津だったんですけれども、ヒット5本を浴びて4失点となってしまいました。野村監督は高津について今日の目的は投げ込みと言っておりますが、不安の残る内容ではありました。最後はオリックスが突き放し、オープン戦ながら日本シリーズの借りを返した一戦となっています。さて、関根さん、はい、まあ、今日は中4日でブロスというのをこれは試してきたと思うんですけれども、はい、そうですね。チーム的にはこれ内容はどうだったんでしょうか。先ほども言いましたけど、1回から3回までは去年のブロスじゃないんですね。高めにボールが抜けてるんです、はい、それでオリックスのバッターがね、外野どん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 フライ打つんですね、これはブロスじゃないんですよね。いい当たりしてるんです、はい、でね、3回までの9つのアウトのうちね、内野ゴロが1つで、あと全部外野行ってるんです ね。今日のブロス悪いなと思ったんですが、4回からガラッと変わりました。低めにね、ピシッと決まりましてね、それで4回から7回までの12アウトの中のね、1つしか外野行かないんです。あと全部内野ゴロなんですね。ここのところで両面がありましたね、ブロスね。だけど4回から7回までのブロスは完璧でした、はい。という神宮のゲームをお伝えしました。投げてるときは、まあ、無我夢中で投げてます。内打とね、ケアとかをしっかりしてね、万全にしてまたね、次に備えていけば大丈夫だと思います。きちっと来れるまで2軍でやるか、1軍でまあ最初は長継ぎ的にやるか、まあ良かったな。千葉マリンスタジアムでのロッテヤクルト戦、ロッテの先発は2年連続開幕投手を狙う伊良部。1月その立ち上がり、ノーアウト1、2塁で3番稲田にストレートをライトスタンドに運ばれ3点を失います。コントロールが悪かったという伊良部、結局6回を投げ10安打4失点と開幕に不安を残しました。一方、そのホームランを打った稲田は今日5打数4安打と大当たり、開幕3番に大きく近づきました。なお試合は6対5でヤクルトが勝ちました。神宮球場でのヤクルト・ロッテ戦、ロッテの先発は開幕投手コースの小宮山。今日は変化球が切れていたというように5回と3分の2を投げ5安打1失点とまずまずの出来、2年ぶりの開幕投手を狙います。一方、バッターではロッテの新外国人ジャックが絶好調。今日もヤクルトの2番手山本からホームランを打つなど、オープン戦9試合で打率3割7分9厘、ホームラン2本、10打点と驚異的な数字でチームを引っ張ります。
なお試合は8回からダブルストッパー川本そして成本とつないだロッテが粘るヤクルトを5対3で下しました。9勝目。去年スワローズには1勝3敗と相性の良くなかった川原が腕試しのため志願の登板。4回までは順調にスワローズ打線を1安打に抑えますが5回ツーアウトを取ってから連打を浴びてしまい1点を献上します。続く6回もツーアウトまでは楽に取るんですが土橋に不用意に投げた1球をレフトスタンドに持っていかれます。川原は6回を4安打に抑えましたが締めの甘さに少し不安を残しました。打線の方は3番マックがいよいよ調子を上げてきました。この弾丸ホームランを含めシャープな振りで2安打を放ち3番定着を確かなものにしています。またオープン戦全て4番に座っている松井今日は2本のタイムリーヒットで4打点と清崎マックとの3、4番コンビも十分に厚みを増しています。一方大量得点を許したスワローズ投手陣ですがバファローズから移籍プロ9年目の木下が株を上げました。フォアボールでランナーを出すもダブルプレーに切って取るなど2回をノーヒット。これで10イニングスノーヒットノーランを続け1軍入りをほぼ決めています。またのため暖かいアメリカで調整中だったスワローズの伊藤智人が今日午後帰国しました。伊藤日本での復活の日は31日名古屋でのセ・リーグトーナメントが濃厚です。まあ、順調ですね、はい、まあ、頑張りますのでよろしくお願いします。打線に集中打を浴びます。2回に2失点3回もコールズにタイムリーパウエル愛好にも打ち込まれて5回7安打5失点と開幕投手候補に挙げられているだけに不安の残る内容となりました。一方怪我で出遅れていた中日の角はオープン戦初登板。角はベテランらしいピッチングで3回を1失点に抑え開幕1軍入りをアピールしました。試合は5対3。5番越の野村監督だったんですが開幕候補吉井のピッチングに表情は一変。1回前田の4試合連発となるスリーランなどでいきなり4失点。3回にも金本に一発を浴びると4回またも前田にスリーランと合計8点を失って降板。どうせ練習試合ですからと強がる吉井ですが野村監督は強化の対象にならんとバッサリ。手薄な投手陣への不安は募るばかりです。一方今年も迫力満点の広島打線前田に続いて5番金本も7回にこの日2本目のホームラン。負けじと主砲江藤はダメ押しタイムリーと10点を奪って決勝進出。気分いいねと試合後の三村監督はご満悦でした。頼れる男伊藤智人がついに帰ってきました。国内では実に1002日ぶりとなる復活マウンドは4回から2番手としてマックス142キロのストレート、そして伝家の宝刀スライダーでなんとなんと3者連続三振。わずか1イニング15球でしたが野村監督の目の前で鮮やかにドクターゼロがカムバック。次はね、ま、いつになるか分からないですけど、神宮でね皆さんに早く、顔見せができればなと思います。あれだけ俺だよ、なんだろうな、一軍に残したくなるけどどうしたらいいのかこれから考えます。まだ一緒にやって